ファニー・ローゼンフェルドはカナダの陸上競技選手。1928年アムステルダムオリンピックの金メダリストである。ローゼンフェルドの生まれた年は不明であるが、帝政ロシア領ウクライナのドニエプロペトルフスクで生まれ、1905年に家族と共にカナダのオンタリオ州バリーに移住した。さらに、1922年に家族と共にトロントに引っ越し、 ローゼンフェルドは地元のチョコレート工場の即記者として生計を立てるようになる。スポーツは夜か週末しかできない状況の中でもいろいろなクラブに所属し様々なスポーツに取り組んでいた。国際陸上競技連盟は1928年アムステルダムオリンピックから5種目に限り女性の陸上競技への参加を認めた。ローゼンフェルドは100メートルと 円盤投げに出場する予定であった。しかし、同じ日に競技が実施されることから、100メートルに出場することとした。100メートル決勝は、アメリカのベティ・ロビンソンが、序盤リードし、ローゼンフェルドが追い上げる展開となった。そして、二人は、並んでゴール。どちらが勝利したかわからなかった。審判はロビンソンが先着したと判定した。カナダ側の抗議も実らず、 ロビンソンが金メダル、ローゼンフェルドが銀メダルとなった。アムステルダムオリンピックでのゴールの瞬間の写真。ローゼンフェルドは左から二人目。ローゼンフェルドは800メートルに出場する同僚のジーン・トンプソンが怪我で苦しんでいたために当初予定していなかった同種目に出場することとする。この種目を一度も走ったことがなかったが、トンプソンを励まし、並走しながら、 ゴール、トンプソンが4位、ローゼンフェルドは5位であった。ローゼンフェルドは、400メートルリレーの第一走者として出場し、エセル・スミス、フローレンス・ベル、マートル・クックと共に、ロビンソンのいたアメリカを下し、金メダルを獲得した。オリンピック後、ローゼンフェルドは深刻な関節炎を、発症、8ヶ月の間寝たきりの状況に陥る。寝たきり生活から解放されても、 その後一年は松葉杖の生活を送る。しかし、1931年に関節炎が再発し、引退を余儀なくされる。引退後はスポーツジャーナリストとして活動した。ありがとうございます。